どうも、ぴょぼれのスタです。今日はですね、上達が、まあ、なかなか進まない方だったりとか、まあ、調子がちょっと悪い方ですね。まあ、そういった方がね、ぜひ見ていただけたらなと、まあ、いうふうに思うんですが、私自身もね、実は、まあ、ここ最近、まあ、そんなに状態、まあ、良くないな、っていうところは正直ありまして、ただですね、まあ、ここ最近、まあ、ここを変えました。まあ、そうするとですね、まあ、良くなってきたなっていうのがすごい自分の中ではっきりと分かっていたところがありまして、もうそれがね、もうただ単純なところにあったっていうところをね、まあご紹介させていただきたいなと思うんですが、まあそれがですね、実は、まあ、親指ですね。やはりね、私はね、サムレスボーラーとか両手投げボーラーではなくて、親指も入れる選手なので、やはりね、ボールの、こう、フィッティング感覚っていうのはね、やはりものすごく、こう、大事なところになってるんですね。なので、もしかすると、こう、両手投げの選手だったり、サムレスボーラーの選手にはもう参考にならないかもしれないんで、まあ、そういった方はね、もう切ってもらっても結構ですし、まあ、最後まで見ていただける方はね、まあ、ご自身も、まあ、フィンガー部分のね、ところに何かあるんじゃないかっていうふうに、まあ、ちょっと疑うきっかけにしていただいてもいいかなかなというふうに思います。で、私の場合はですね、このま、2種類の、もうこのサム、まあ、これですね、親指入れ替えれるシステムの親指なんですが、まあ、ちょっと違いがあるんですね。まあ、これだけだとこう、パッとわからないかもわからないんですけども、要は、この親指のこの角、まあ、業界用語で言うと、レベルと言われる部分ですね。私、実はですね、まあ、かなり以前から、こうめちゃめちゃこう角をこうすごいしっかり削るタイプですね。親指の根元になるところがこう丸くなるようにこういうふうに、まあ、見てわかりますでしょうか。まあ、削ってるあのタイプのまあ選手だったんですけども、まあ、去年ね、実はジャパンオープンの、まあ、前ですね、1週間ぐらい前に、まあ、ちょっと親指新しいものを予備で作っておこうと思ってですね、まあ、作ったんですが、まあ、それがですね、まあ、正直あまりちょっと、うまく作れなくて、まあまあでも物は試しにと思って、ほとんどこう削らない状態。まあ要はこっちのサムなんですけども、こっちのサムはさっきのサムに比べてほぼ削ってない、ちょっとは削ってますけどもね。このサムに行った時に、非常に、予選の間、まあ特にいい成績が出まして、おっと、まあもしかすると、この親指の、まあ削り方ですね。これが、自身の、まあ、状態を、まあ、まあ、いい風に悪い風にしていたんじゃないのかなっていう風なところが、まあ、その時からね、疑問を持つようになって、まあ、この1年間ね、実は結構この角が立ってる方の、まあ、サムで投げてる時の方が圧倒的に、まあ、多い状態だったんですね。まあ、たまにこの、丸い方でも投げていたんですが、まあ、ただですね、まあ、ここ最近もう決心したと。実はこの角の丸い方が、やっぱり私には、まあ、非常に合うなっていうところが、まあ、非常に、まあ、ありました。で、角が立ってる方の、まあ、メリットもやっぱりありますし、周りのプロボーラーのね、まあ、意見を聞くと、角が立ってる方が、やっぱりスイング中、親指の位置がずれない。やっぱこう、引っかかりの部分があるので、ずれないので、まあ、コントロールの精度が非常に高まるよっていうような、まあ、意見もいただきました。私もそうなのかなと思って、実は、まあ、角の立ってる方で投げてる時も非常に多かったんですけども、まあ、投げてる最中にね、まあ、その辺に関しては正直ちょっとこう、疑問を抱くことがやっぱり多くあったんですね。角がこう、丸い方が、私の中では、まあ、親指、私ね、非常にこう、親指が硬いタイプなんですよね。なので、丸い方が親指根元までしっかり入ります。対して、角が立ってる方が、あまりこう、角がしっかり根元まで入りきらない。まあ、サイズとかいろんな問題はあるのかもしれないです。めちゃめちゃ詳しい人からすると、ササラプロ、それはもうこういう風にした方がいいんじゃないかなって意見もあるかもわかんないんですけども、まあ、いろんなことを試した結果、私は角が、立ってない方が、実はこの親指のズレとかブレとかも、まあ、すごい、こう、なく投げれるなっていう。そして、まあ、リリースワークするときにも、角が立ってるときの方は、あんまり正直ね、回転軸とか、まあ、そういった変化もなかなかつけれなかったですし、意外に角が立ってる方が、角が立ってることをめちゃめちゃ否定しまくってるんですけども、まあ、それだけじゃないんですよ。なんていうんですかね、時と場合によっては、
まあ、例えばボールをちょっと勢いよく投げたりとか、ちょっとこう飛ばしたりとかってするときは、意外にこう角の方立ってる方が未だにいいんじゃないかなと思うときもやっぱりあります。なので使い分けようかなっていう選択肢も、まあ、じゃ決心したって言えないんじゃない？優柔不断。いや、でもそれでも、やっぱこう角がね、こう立ってなく、こう丸くしてる時の方が、個人的なメリットはすごくやっぱり感じるんですね。それはただ、私にとってであって、皆様にとってではないっていうことはね、まあ非常に、まあご理解いただきたいなというふうに思うところでもあります。角がね、こう立ってない時の方が、こうしっかり親指が根元まで入る。そしていろんなこう持ち方がね、容易にできる。そして、リリースする時の感覚ですね。角が立ってる時の方が、あまりこう私みたいにこうカップリストにしているような状態のタイプの選手で言うと、なんかこう、こう、こうしてることが結構苦痛。そして、何ですかね。こうリリースするときに、あまりうまく手首の、使い方と肘の使い方がうまく柔らかくできないんですね。特にやっぱりこうインサイド入って軸を入れて、しっかり回していきたいときっていうのは、この角が立ってる、このスイッチではあまりうまくできないっていうところがありまして、まあそういったところを考えると、やはり、もうこの丸い方で、いろんなリリースワークでやってる方が、まあ非常にいいんじゃないのかなっていうね、感覚に、まあ、なってきたので、まあここはね、もうこれで行こうというふうに決心いたしました。はい、それではね、まあちょっともう喋ってばっかりなので、はい、ちょっとね、転がしてみたいなというふうに思います。転がしてね。はい。じゃあちょっと、今は角があるような状態でね、投げてみたいなと思いますが、まあね、こうやってこう持ってる時もね、もうすでにやっぱりこう、丸い方がね、フィッティング感覚は非常に気持ちがいいです。私はまあ、スパンはね、4と8分の1って言って、長くもない、短くもないような長さではあるんですけどもね。はい。じゃあちょっと、投げていきます。はい。はい。まあ、ストライクにはなりませんでしたけども、今はね、実は、角が立ってる時では、あまり、できなかったボールの持ち方でリリースしています。どっちかというと、こう、回転をこう、縦にしたい時に持つような感覚ですね。で、ですけど、まあ、それだけではなくて、すごい軸を入れたい時の、入れて肘も使うようなアクションも、実は角が丸く取ってる時の方が、はい、曲がってくるかな。はい、柔らかく、実はこうできる感覚があるんですね。まあ、こういうことを考えると、はい、自分の中では、私みたいなスタイルの中では、まあ、角が立たずに、こう丸くしてる、方が、まあ、いいんじゃないかなと。なので、まあ、高回転にしたいとか、親指の抜けが悪いとか、で、やっぱ引っかかりを感じたりとか、肘のアクションがなぜかできないとか、やっぱり角がね、立ってて、まあ、抱え込もうとすると、ここの角の部分が痛さというか、親指の、ここの角度ですね、ここを止めてしまって、なかなかそっちのアクションにつなげられないっていうのも、やっぱりこう、多少なりともちょっとあるんですよね。私自身がちょっとそれは感じましたので、そしたらそういうのもね、影響してたのかなっていうふうにちょっと個人的には思ってます。今ね、角が立ってる方で、まあちょっと、投げたわけ、いったわけなんですけども、まあまあ、今はね、角がこう丸い方で投げた後、立ってる方で投げたので、まあその感覚が残ってできてるんですが、やっぱ今の投球においても、長時間投げていくと、やっぱここら辺のアクションっていうのはちょっと凝り固まっていくんじゃないかなっていう感じが個人的にはするんですよね。なので、まあ、どの調整においてもメリット、デメリットあると思うんですが、個人的には、なんかやっぱちょっとね、今縦にして、ちょっと投げていましたが、長いゲーム数投げていると、やっぱり、リスクの方が大きいかなという感じがいたします。なので、まあ、今、ちょっとね、投げてみただけですけども、まあ、今、
回転軸の調整だったりとか、リリースワークの調整だったりとか、親指の抜けがどうのこうのとかっていうふうに、悩まれたりとか、まあしている方は、もしよかったらね、自分のそのリリースの練習とか、まあそういった、練習だけではなくて、調整ですね。ここもね、すごいこうしっかり、できるようになっていただけると、もちろんあのプロショップの方に相談していただいたりとか、プロボーラーの方に相談していただいたりとか、すごい上手なね、方にあの相談していただくのもいいかもわかりませんが、そしてね、やっていただくのもいいかもわかりませんが、まあ、ある程度はね、正直自分でできた方がいいのかなというふうに思いますので、ぜひね、今日の動画を参考に、皆さんも、まあ、ボールの親指ですね、すごくこう気にして、いただけると、まあ、いいかなというふうに思います。ボールのね、もう、親指ね、今ちょっと、さっきは言ったら分かりにくいかも分かりませんので、ちょっとこうボールにもうスイッチを入れた状態で、まあやってみましたけども、私はまあこんな感じで見えるかな、こうかな、これ分かるかな、すごいこう丸く削ってんのがね、分かると思いますが、まああの、まあこんな感じまで削っていただいてもいいんじゃないかなというふうには思います。特に私のように硬い選手はね、もう立ってるともうここにタコだらけになってしまいますんでね。まあ丸くしててもタコはできるんですが、こっちの方がすごいこうフィッティング感覚はバチッと出ますのでね。はい、ちょっと参考にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。はい、それでは今回も良ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ、ありがとう。親指大事だよ。